安芸太田町の国道です。道路は一面雪に覆われています。時折ご覧のように除雪車が行き交う様子も見られます。今日の県北は雪の一日となりました。北広島町八幡では午後4時の積雪が49センチ、大麻では24センチを記録しています。降り積もった雪は膝上の高さを優に超えるほど積もっています。そして除雪によって積み重ねられた雪は1メートルから2メートルを超えるほどの高さまで積もっています。住民は朝から雪への対応に追われていました。この雪はちょっと激しいですわ。寒暖計見てもらえば分かる、マイナス7度ですけど、ね、子どものイノシシも凍える寒さに身を寄せ合っていました。その他、庄原市高野町でも午後4時時点で21センチの雪が積もっています。今夜は寒気の流れ込みがさらに強まるため、24時間に降る雪の量は多いところで北部の山地で50センチ、平地で25センチ、南部の山地で50センチなどの予想です。県北部と廿日市市、東広島市、広島市の一部にも大雪注意報が出ており、積雪や路面の凍結に注意が必要です。